<music> 聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション。創世記四十八章一節から二十二節です。これらのことの後ヨセフに。 あなたの父親は病気ですと告げるものがあったので彼はその二人の子マナセとエフライムを連れて行ったある人がヤコブに告げて「あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでです」と言ったのでイスラエルは力を振り絞って床に座ったヤコブはヨセフに言った全能の神がカナンの地ルズで 私に現れ私を祝福して私に仰せられた私はあなたに多くの子を与えようあなたを増やしあなたを多くの民の集いとしまたこの地をあなたの後の子孫に与え永久の所有としよう今私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となるエフライムとマナセは ルベンやシメオンと同じように私の子にするしかし後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになるしかし彼らが家を継ぐ場合彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない私のことを言えば私がパダンから帰ってきた時その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだそこから エフラテに行くにはなお道のりがあったが私はエフラテすなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬ったイスラエルはヨセフの子らに気づいていった「これは誰か」ヨセフは父に答えた「神がここで私に授けてくださった子供です」すると父は「彼らを私のところに連れてきなさい」 私は彼らを祝福しようと言ったイスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかったそれでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると父は彼らに口づけし彼らを抱いたイスラエルはヨセフに言った私はあなたの顔が見られようとは思わなかった今こうして 神はあなたの子供をも私に見させてくださった。ヨゼフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨゼフは二人をエフライムは自分の右手にとってイスラエルの左手に向かわせマナセは自分の左手にとってイスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせた。すると、 イスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き左手をマナセの頭の上に置いたマナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのであるそれからヨセフを祝福していった私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神今日この日までずっと私の羊飼いであられた神 すべての災いから私をあがなわれた見つかりこの子どもたちを祝福してください私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますようにまた彼らが地の真中で豊かに増えますようにヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見てそれは間違っていると思い 父の手をつかんでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上そうではありません。こちらが長子なのですからあなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。わかっている我が子よ。私にはわかっている。彼もまた一つの民となり。 また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日、彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナスのようになさるように。こうして彼は、 エフライムをマナセの先にしたイスラエルはヨセフに言った私は今死のうとしているしかし神はあなた方と共におられあなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに私が剣と弓と思ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう さあ創世紀の61章ですね今日のタイトルはごめんなさい61回目創世紀48章でした、えー、祝福を受けるマナセとエフライン <laughs> さあ冒頭にこの質問から入りたいと思いますがなぜ日本ではクリスチャンが少ないんでしょうかねなぜ人々は 神の愛の愛話を聞いてもすぐに信じないんでしょうか皆さんは投資したら1年で50%の利息が返ってきます投資しませんかって言ったら投資するしないするしない怪しいからしないじゃあ投資したら1年で0.8% の利子がきますよったら預ける <laughs> どっちも預けないそう言ってる人はお金のない人ですけどねもともとね <laughs> でもね0.5%ぐらいっていうとそれは普通じゃないありうるじゃないところが利息が50%って言ったら疑うよねなぜかというとそんないい話あるはずがないからですで今日、 私たちが創世紀48章を通して確認しようとしている真理はありえないほどいい話なんです。ありえないいいほどいい話だから人々は信じないんです。だけどありうるような話だとどうやって神様を讃えればいいんでしょうか。クリスチャンしか賛美歌は歌えません。 他のの宗教の人がいくら真似をしても賛美歌は歌えません。賛美歌っていうのは神様がありえないことをなさった驚くべき方だって言ってるんですですから人間が常識で考えてありうるような話だとするならば歌いながら でもこの程度はどこにでもあるよね神様って歌になっちゃう <laughs> Amazing Grace なんですアメイジングなんですどういう意味ですかアメイジングって言ったら驚くべき驚くべきだよね仰天するような腰を抜かすほどの良い話なんで私たちの信じている神様はそれほど気前の良い また人間の常識では考えられないようなことをなさるお方でありますね。そのことを今日は確認していきたいと思います。いつものようにまず文脈を確認しましょう。<laughs> アブラハムイサク・ヤコブと3代続いたファミリーがおりました。3代目のヤコブの時代にヤコブが家族70人プラス召使いたちを連れて 約束の地と言われるカナンの地を越えてエジプトに入りましたそれが前回までの話でしたボーダーラインを越えたんですそれから次にどういう生活が始まるかです全然話変わるけど政治のことを一言いいですか、はい、あの民主党がね政権取ったよねで僕内閣の顔ぶれを あの飛行場についてね成田についてすぐにその日の新聞買って見たんですよねでねちょっと驚いたのはああなかなかやるなと思ってね見ていたら民主党にも人材いるじゃないとでその後の展開を見てるとねなんかこう期待が持てそうな感じがしてきたねでボーダーラインを越えてその次洞察力が必要だって言ったんだけども今までのもう60年間の 固定した政権のいろんな海や赤が一挙にお掃除されてゼロにしてじゃあ何が必要かっていうことが始まってるような感じがしてねとても私自身は期待してますこのままいろんなことあるでしょうけどまあうまくいってほしいなと思ってますがヤコブもボーダーを越えて向こうに行ったわけですよねでいよいよヤコブが死ぬ時が近づいてきましたエジプトで 彼は17年間生きました。ですから今日の話はボーダーラインを越えてから17年後の話なんです。ヤコブは自分が死んだ後自分の子供たちがエジプトで一大民族として増え広がることを知っています。そこで彼は死が近づいたそのとこで 息子たちの将来の予言を語ります。これは単にこうなってほしいとか、こうなるだろうかだろうという言葉ではなくて、ヤコブが精霊に導かれて語っている予言なんです。で今日の四十八章は、ヨセフの家族がどうなるかという予言です。から次回取り扱う四十九章は、十二部族全体が。 どううなるかという予言ですですからこれは創世紀を閉じる前に極めて重要な創世紀以降の時代に関する予言が語られているというところです。それが文脈ですそして今日のメッセージのアウトラインですがいつものように流れに沿って今日は4分割しましまた最初がヤコブを見舞うヨセフです。ヤコブを見舞うヨセフ お父さんがもう危ないだからお父さんに会いに来たわけこれが1節から7節1番目ヤコブを見舞うヨセフ2番目ヨセフの2人の息子を祝福するヤコブヨセフの2人の息子を祝福するヤコブ3番目口を挟むヨセフ口を挟むヨセフさっきねお父さん父上 それは違いますすっって言ったんんででよ口を挟んでる4番目「質エジプトを予言するヤコブ」最後に「質エジプトを予言するヤコブ」これが今日の4つのアウトラインですねちょっと言葉が長,長かったですけども今日はやむを得ませんじゃあ4つメモした方確認しましょう、はい、1番目がどうぞヤう、はい「ヤコブを見舞うヨセフ」2番目が「 ヨセフの2人の人息子を祝福するヤコブ3番目が口を挟むヨセフ4番目が出エジプトを予言すするヤコブですねさあいつものようにこのメッセージがどこに着地しようとしているのかということですねつまりこの内容がどういう敵を持っている内容かということです。 で冒頭に申し上げたように神様の真理というのは時には人間にとっては非常識に聞こえますだ今日は非常に非常識なことを言いたいと思います今日大体私が考えている着手点というのは3つありましてね一つは老年の輝き老年の輝きという祝福普通年取るの嫌じゃないみんな若くいたいじゃない でもも必ずしもそううじゃないよっていいよととこを考えたいと思います2番目2番目の祝福は資格のないものが養子になる祝福です資格のないものが養子になる祝福3番目後のものが先になる祝福です。後のものが先になる祝福これらは全部実はクリスチャン生活にとって極めて重要な本質ですね ですから今日の着地点はクリスチャンライフの本質をもう一度学び直しましょうということが今日の着地点です今日のメッセージはまず何が起こっているかを解説して結論のところでクリスチャンライフの本質を3つ確認して終わろうとこういうプランで進めていきたいと思いますさあいいですか初めて来た方は驚くかもしれません いつも、ね、儀式のようなことがあるんですね。いきますよ。Are you ready? Yes, <we> are. はい、いきましょう。1番目がヤコブを見舞うヨセフです。これが1節から7節の箇所です。さっき言いましたが、エジプトに移住してから何年経った話ですか ?17 年経っているんですね。ヤコブが若かりし頃、 彼は活動的でした。そして老年になって国境を越えてエジプトに渡ったんです。彼はまさに歴史の歯車を自ら動かすような働きをしてきた人物です。けれども最後のこの17年というのは、彼は世界の歴史を動かすような役割は、 何一つ果たしていないな終わったんです彼の役割はそしていわばヤコブにとっては人生をクールダウンするような17年がやってきたんです皆さんはあのトレーニングジムなんかであれなんていう器具なのこうやって走ったり歩いたりするんトレッドミルっていうのトレッドミルっていうんだってトレッドミル トレッドミルで例えば15分とか20分とか歩いたり走ったりしていて最後にクールダウンというボタンがあるのをご存知ですか知ってるクールダウンのボタンを押すとどうなりますかゆっくりいくよねなぜそういうのが必要なのなぜクールダウンが必要なんですか筋肉をだん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 休める。その時に、 例えば20分走った後、とクールダウンのプロセスに入るとそれは心地よいですか気持ちが悪いですか気持ちいいですね。ホッとするよね。満足感があるよね。今日も20分走ったクールダウンで体も心も満足してそしてそこから降りて次のところに行くわけだよね。でこの17年間はまさにヤコボにとっては走り続けていたペースを スローダウンしてクールダウンしてそして今までの自分の歩みを振り返る神の祝福に感謝するそういう日々がやってきたわけです。これは皆さん私が「老年の輝き」と言いましたけど悪くないよ悪くない。その時にどういういい輝きを持てるかは若い頃 どうやってトレッドミルを走ってきたかによるんですこのことはまた最後に取り上げましょうあなたの父親は病気ですとヨセフに告げるものがあった単に病気ではないんですこれはもう召される日が近いね死の予感があるんだだからヨセフはお父さんの最後を見届けるために出かけていくんです 結婚式に行くのとお葬式に行くのと皆さんはどっちが好きですか結婚式でもどっちが教訓が多いと思いますかお葬式だよねそれ信玄に書いてあるよそういうことねお葬式に行く方が学びが多いわけですヨセフは自分の子供を2人連れていきますそれは偉大な信仰者である自分の父ヤコブの 最後を自分の子供たちに見せたいんですそしてヤコブと最後のお別れをするためでありますヨセフの息子たちはこれによって人生とは何たるかを学ぼうとしているんですそしてまさに天に召されていくヤコブの口から祝福の言葉を受けるならばなお幸いであります この時にヨセフの2人の子供ヤコブにとっては孫ですよマナセとエフライム何歳ぐらいですかえ十17歳ねそれは17年経ってるというあの創世紀の41章の五節ではこの2人はキ,キンが来る前にエジプトで生まれてるんですですから17にプラス最低2はしなきゃいけないということは だい,たい20歳前後っていうことですよ。19かもしれない21かもしれない二十歳前後ですからだからこんな子供じゃないのそこのイメージをよく皆さん整えてくださいもう大人になっている2人青年の2人を連れてお父さんのところに行ったわけですねヤコブがどういうふうにしたか 二節ある人がヤコブに告げてあなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったのでイスラエルはイスラエルというのはヤコブのことイスラエルは力を振り絞って床に座ったこれは前も触れたように力を振り絞って杖に寄りかかったと訳してもいいところですそしてヘブル書の解説から言うと杖に寄りかかったという方が正しいかもしれない いずれにしても彼は霊的また肉体的力を残っているものを最後に振り絞って体を起こしたんですそれはいわば力がなくなってる歯磨き粉のあのケースがもうぺちゃっとなってるのに下から絞り出してもう一回何とか歯が磨けるようにやったことあるそういうこと。 だからヤコブはもう足の先から力を全部振り絞ってそして立ち上がって最後に勝たれるようにしたわけですねなぜかというとそれは臨終のとこでヨセフとまた自分の二人の孫たちに祝福と霊的教訓を与えるためであります私もね一度驚いたことあるあの両親大阪から 私たちの実家にに招いいて共に住んでたた時がありましたお正月私の育った家では正月になると普段は子どもたちを自由にさせている父親が珍しく元旦の朝の食事の前に毎年ねなんか短く子どもたちにお話をするんです。で私の家に来て正月を迎えた元旦の朝。 食事の前にお祈りをしますけど父親が今日はお父ちゃんが祈るわって言ったんですねびっくりしましてね人の前であんまり祈ったことないクリスチャンとして若いですから祈りましたけども僕はその祈り聞いててこの時のヤコブを思い出したねもう力を振り絞ってそして自分の子孫が祝福を受けるようにというねもう朗々たる素晴らしい祈りをしたんですねあの時は本当に感動しましたですから 親が子供のことや孫のことを思う思いっていうのは本当に大きいね。しかも自分がこの世を去ろうとする時に最後に語る言葉っていうのは非常に重い。だからこそヨセフは孫を連れてそこに行ったわけですね。ヤコブがその子たちを見て何と言ったのか見てみましょう。まず彼は 全能の神がカナンの地ルズで私に現れ私を祝福して私に仰せられたというところから始まっていますルズっていうのはベテルのことですベテル彼はベテルで直接神の声を2回聞いてます1回はカナンの地を去ってパダン・アラムというおじさんのところへ逃げていくときこれが創漱二28章の11から19です 創世紀28の11から19 2回目は「カナンの地に帰ってくる時」これが35章の6節から12三35章の6節から12節で神様が私に語ってくださった内容は「私はあなたに多くの子を与えようあなたを増やしあなたを多くの民の集いとしまたこの地をあなたの後の子孫に与え永久の所有としよう」と神様が語ってくださった。 そして「今私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの2人の子は私の子となる」「エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする」というふうに彼は語りま,したまず神様が語られた内容というのはこれはもうこの連続公開メッセージの中でキーワードになっているアブラハム契約の内容です。 アブラハムに与えた約束が自分にも与えられた。それは分解すると祝福の約束です。それは子孫が増えるという約束です。そしてそれは土地が与えられるという約束です。祝福、子孫、土地。この約束を神が私にくださった。それを土台にして、ヤコブはヨセフの 2人のの子供たち自分にとっての孫を祝福すするんですつまりそのアブラハム契約の祝福がこの2人の子供に行くんだということを彼は言ってるんですけどその時に驚くべきことが起こっています私がエジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの2人の子は私の子となるって言うんですそれまでは孫だったんですヤコブから見ればヤコブはここで孫を自分の 子子として養子に迎えたんですここで養子縁組が出来上がったんですエフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にするとありますルベンっていうのは12人の息子の中の何番目ですか ?1 番目それからシメオンは2番目だ,だからルベンやシメオンと同じように私の子にするっていう意味はヨセフの子の エフライムとマナセが長男と次男になるということなんです。当然ルベンとシメオンは排除されます。それは49章に入ると明確に語られます。この結果、長子の剣と言われる、いわゆるこのファミリーが極めて大事にしたものがヨセフ族に移動しちゃったんです。ここで移動してる、ヨセフ族に。それは、 もっと具体的にはヨセフ族が2倍に分割されたんですそれがエフライムとマナセという2つの部族に分割されヨセフから2つの部族が誕生することになりました次「しかし後からあなたに生まれる子どもたちはあなたのものになる」「これ以降ヨセフお前に子供が生まれたらお前のもんだよ」って言う しかし彼らが家を継ぐ場合彼らは彼らの兄たちの名をならなければならないつまり新しく部族になるんじゃないよその次に生まれるのはエフライム族かマナセ族かに所属するんだよって言ってるんです実際は生まれませんでしたからこれはもし生まれたらの話でした実際は生まれたとは聖書には書かれてないでなぜヤコブが2人の孫と養子縁組をしたのかその理由が次に出てきます 私のことを言えば私がパダンアラムから帰ってきた時その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだラケルが死んでベツレヘムの近くで葬ったねヤコブには妻が二人とそばめが二人いたんです一番愛したのは誰ですかラケルですよそのラケルが死んじゃったこういうのをあまりにも早すぎる死っていうんです だから12人の息子の中でラケルが産んだ子は何人ですか ?2 人誰と誰ヨセフとベニヤミン2人なんだところがヨセフの孫が2人養子になったら何人になったこれでうん今まではヨセフとベニヤミンだけだったのがエフライム、マナセベニヤミンで何人になった ?4 人じゃない。 3人じゃヨセフはヨセフから2になってるからねいいですかエフライムマナセそしてベニヤミンと3人なんだだからラケルが産んだ息子が2人から3人になったんです12部族で4人女性がいたんです12割る4はいくつですか3な平均に近づいたわけですよこれでだから 愛妻のラケルがあまりにも早く死んで2人しかこう残さなかった残念だそして孫を養子にしてそれを3人に増やしたわけですねこれがここの箇所で教えているところですその次ヤコブは養子縁組をした息子2人を祝福しますそれが2番目のポイントヨセフの2人の息子を祝福するヤコブ8節からです イスラエルはヨセフの子らに気づいていったこれは誰か、はい、ヨセフは父に答えた神がここで私に授けてくださった子供ですすると父は彼らを私のところに連れてきなさい私は彼らを祝福しようと言ったイスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかったそれでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると父は彼らに口づけし彼らを抱いた ここはねヤコブの目はかすんでるんだけども完全に見えなくなってるわけじゃないんです誰かがヨセフのにに立ってていいいるるととうことには気づいてるんです。だけど目がかすんでるから誰だかはわからないんですでヨセフの息子たちだとわかるつまり自分が養子に迎えた息子だとわかるとそばに来なさいって言ってこれから祝福を与えようとするわけですこれはさっっき言ったように通常の、 父親の祝福ではない私の父が元旦の食事の前に祈って子供たちを祝福したこれは通常の父親の祝福ですここでヤコブが与える祝福はこれは族長からの祝福ですアブラハムイサクヤコブと続いた族長からの権威ある祝福ですまた神の霊に動かされた預言者としての 言葉を語るそういういですヤコブは孫から息子になった2人に口づけしそして彼らを抱きましたその次ヤコブは感動してこう言ってます「イスラエルはヨセフに言った私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに」つまり「 それだけでも満足してるのに今こうして神はあなたの子供もを私に見させてくださったその上に孫まで見れてるんだその孫が私の子供になってるんだ。12節ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ」これは感動的だよねこういう場面ねお父さんに敬意を表してるわけですこれで最後なんだよね はい、次それからヨセフは2人をエフライムは自分の右手にとってイスラエルの左手に向かわすマナセは自分の左手にとってイスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせたこれからね手を頭に置いて祝福の祈りをしてもらおうと思ってるわけですねお父さん目がかすんでるわけ見分けがつかないからでエフライムとマナセとどっちがお兄ちゃん マナセががお兄ちゃんんでエフライムが弟なんだよだから右手と左手はヘブル的に言うと右手の方が第一なんですだから右手を置いて祝福を受けるっていうのは長子なんでですす左手は地なんですお父さんがそのまま手を出せばいいようにヨセフはお父さんの右手の下につまり自分から見ると左手の方に兄のマナセを置いたんです。 こちらの方にエフライムを置いたんです。だからお父さんがそのままスッと手を伸ばせばよかったんですところがこのお父さん昔からへそ曲がりだね14節。するとイスラエルは右手を伸ばして右手を伸ばしてこっちやっちゃったんです右手をそれから弟であるエフライムの頭の上に置き 左手はこっちやっちゃったの。マナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。こうやったんです。器用だな、これ。はい。それからヨセフを祝福していった、さあ、ここでヨセフっていうのはね、ヨセフっていうのは何かと,いうと、これ、マナセとエフライムのことなの。ヨセフ族から出た2人。だからここはヨセフという言葉になっているんですね。 それから2人の息子を祝福するわけですね。ヨセフを祝福していった。祝福のベースは契約の神の神です私の先祖アブラハムとイサクがその見前に歩んだ神その神の皆によって今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。ね。この辺がね、老年の輝きなの僕がさっき言ってる。 これは僕らがこの牢鏡になって初めてわかる祝福かもしれないこれは言葉じゃないんだよ体験がほと,ほとばしり出てるのね見てごらん今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神次すべての災いから私をあがなわれた見つかいこんなビッグワードが出てきますねあがなわれたってヘブル語では「ゴエール」っていう言葉が使われていますゴエール ここれは贖い主のことですあの買い戻しの権利のある人って言葉が出てくるでしょルツキなんかでボアーズは贖いの買い戻しの権利があったってあれゴエルっていうんです旧約聖書で初めてこの言葉はここで出てくる贖い主っていう言葉が創世紀では1回だけですここだけです出てるのは買い戻しの権利があるもののことです贖い主その次 えー、使いこれもビッグワードだねこれ普通の天使じゃないんだよこれ主の見会いですこれは第二威嚇の神です子なる神のことですこれは受肉前のメシアのことです受肉前のメシアこの方が私のあがない主となってくださるイエス・キリストの姿がここで予言されてますよその皆によって ヨセフのの二人の子供を祝福したわけです私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますようにこれ以降神様はアブラハムイサクヤコブの神となるでしょうその通りになるまた彼らが地の真中で豊かに増えますようにはい次あこ,これ先に行っちゃうからここまでにしとこう あの祝福の内容はね霊的物質的祝福なんですがアブラハム・イサク・ヤコブの名が唱えられるように彼らが「アブラハム・イサク・ヤコブの神といい」と言い私たちはアブラハム・イサク・ヤコブの子孫だというそれはマナセとエフライムが養子になった印です養子になっているということを表しますそしてその数が増えるようにという祝福の祈りです。 その時にね次3番目にこうねヨセフは我慢できないわけですよおとなんでお父さんの手がこうなってる器用だよねふらふらしてる老人がねこうやってるわけだから杖なんかどうしたんかなと思うその時にヨセフが口を挟むわけなぜ,なぜかってお父さん目がかすんでるからね間違えたんだと思う見てごらん次 ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見てそれは間違っていると思い父の手をつかまえてだ乱暴なことやるねこれは一人じゃも動けないと思ったの父の手をつかまえてそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとしたヨセフは父に言った父上そうではありませんこちらが長子なのですからあなたの右の手をこちらの頭の上に置いてくださいはい次しかし父は拒んでいた こういう時の老人の拒む力ってのはさまじいからね皆さんもう老人介護した人よくわかると思うどこにこんな力があるかと思うぐらいにバーッと跳ねのけて分かっている我が子よ私には分かっている彼もまたつまりお兄さんのマナーセもまた一つの民となりまた大いなるものとなるであろうしかし弟のエフライムは彼よりも大きくなりその子孫は国々を満たすほど大きくなるであろう つまり孫が養子に迎えられたその養子に迎えられた2人が逆転してるわけですねヤコブはここで精霊の予言によって弟のエフライムを兄のマナセよりも優先させたんです事実後のイスラエルの歴史を見るとエフライムは北の十部族を統合する代表的な部族となります予言者たちは北の十部族を 北の十部族とは言わないでエフライムと呼ぶようになりますエフライムはって言ったら北の十部族をも指すようになったちなみに南の二部族のことを何て言ったユダと言っただからエフライムとユダなんですこれが十二部族の中の二つの二つの頭角を表す部族です長子の権利はヨセフ族だからエフライムメシアを送り出す権威は権利はユダ部族が受け継ぐんです マナセはエフライムほどじゃなかったヨルダン川を挟んでね2つに分かれちゃうんですヨルダン川の東と西だからマナセの反部族ハーフ・トライブ・オフ・マナセって言うんですけどマナセの反部族で力が分かれるとねダメだよ分裂するとね力がなくなるだからマナセっていうのはいつもその程度の祝福は受けてるけどその程度の部族なんですそして次見てごらん 素晴らしい言葉が出てくるよ20節そして彼はその日彼らを祝福していったあなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べるイスラエルとは自分のことだよ神があなたをエフライムやマナセのようになさるようにこうして彼はエフライムをマナセの先にしたここはねちょっと意味わかんないでしょこれ説明するねイスラエル人がね誰かを祝福する時の決まり文句というのがあるんだ 今でも使われています特に子供が来てこの子を祝福してほしいって言われた時にイスラエル人が今でも使う決まり文句それは「あなたによって」ってするじゃんつまり「どういうふうに言うか子供が男の子の場合は手を置いてこう言うんです。神があなたを エフライムとマナセのようにしてくださるように女の子の場合は神があなたをサラとリベカのようにしてくださるようにこれ今でもユダヤ人が使う祝福の言葉ですいいね二十歳前後の人いますか後でやりましょうか神があなたをエフライムやマナセのようにしてくださるようにつまりそれほど祝福してくださるようにという言葉が 使われるこれらのことは全て予言的行為なんですそれはノートつけている方ヘブル書11の 21, ですヘブル11の21こういう言葉があります。信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福しまた自分の杖の頭に寄りかかって礼拝したと。 信仰にによっってて杖に寄りかかってるだからさっき私が「床よりも杖かもしんない」って言ったのはここから来ているわけですね、うん、スタッフって書いてあるねさあその次いきましょう最後結論ですその次4番目「出エジプト」を彼は予言します「イスラエルはヨセフに言った私は今死のうとしているしかし神はあなた方と共におられ あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに私が剣と弓と思ってエモ守人の手から取ったあの世間を与えようまず神はヤコブの子孫たちを約束の地に連れ戻してくださるということはもうヨセフ分かってるヤコブ分かってるんです必ず連れ戻してくださるそれから2つ目に十二部族いるんだけどヨセフに シェケムをあげようって言ってるんですねですから後の時代はシェケムという場所はマナセ族の所有地になりますシェケムっていうのはあのディナー事件が起こった場所ですよ娘のディナーがレイプされたでしょ剣と弓を持ってエモルジ人の手から取ったって私が剣と弓と思ってエモリ人の手から取ったって言っ,ってるこれ意味分かんないんですこれはあるいはある人はねあの暴虐働いた人を覚えてる2人 誰と誰だったシメオンとレビだから、シメオンとレビのことかもしれない。だけど、ヤコブあれ、すごい嫌がったからね。だからシメオンとレビのことだというのも一つの説です。しかし、聖書には書いてないけど、その後、また奪い返されて、ヤコブが戦って取り返したんだ。聖書に書いてないけど、そういうことがあったんだというのは第二の説です。第三の説は、これはまだ起こってない。シエジプトの後にカナンの地を征服して、 シェケムが彼らのものになった時にそこはヨセフ族のものになるんだという予言なんだという説もあります私はこの3つどれが正しいのか分かりませんどれも正しいように思えるしどれも何か足りないように思うでもいずれにしても分からないっていうのもいいことですよだからこれはどれかですこの箇所ね今僕が読む箇所がどこか当ててみてください聞いてくださいね それで主はこれイエスは「ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた時は第6時頃つまり昼の12時頃であったこれは何の話ですか?」。イエスがサマリアの女に出会う場面じゃない。 ほらヤコブがその子ヨセフに与えた辞書シェケムに近いスカルというサマリアの町にヤコブの井戸があったんですこれと直結しますよイエス様の話とだから旧約聖書のこういう話を知ってると新約を読んだ時につながってくるから聖書の歴史がものすごく立体的に見え始めますねこのヤコブの予言通りになりましたさあ残り10分ぐらいで。 結論です冒頭でこのメッセージからクリスチャン・ライフの本質を考えようっていう提案をしました最初のキーワードが老年の輝きですいい言葉だね「老年の輝き」僕は30代40代の頃はこういう言葉はあんまり使わなかったと思うだんだん切実になってきた一般的に僕らが考えるのは若いほどいい 今の文化は若さを強調すす。る文化です皆さんもちょっと白髪になったら染めたいこの辺が涼しくなったらかぶせたいしわ <laughs> ができてきたら隠したいっていうのが僕は今回アメリカの出張から帰ってきて家に帰ったら新しいヘルスメーターが来ていました体重だけではない体脂肪内脂肪それから基礎代謝 全部わかる。しかも今までになかった機能で体年齢というのはわかる体年齢その基礎代謝やんかから判定するんだよねで僕はそれに乗って体年齢を調べたら53歳9歳9歳その時に僕の顔がどうなったと思うニヤッとしたん、ね、だ なぜかというと僕も今の文化の影響を受けてて若さに憧れるからです実際の年齢よりも若い方がいいと思ってるからだけど皆さんねそれはその通りだけどもうあと半分はね年取ることを楽しみにするというクリスチャンライフの心理もあるんだよヤコブは17年間で人生をクールダウンして神の前に行く準備をした人です17年の ディボーションのの時、時、神の前に静まる時忙しくトレッドミルで走り続けた人がクールダウンして走った足跡を振り返り神の恵みを褒めたたえる神様は忙しく走り回っている人と静まって神の恵みに感謝している人とどちらを喜ばれるかどちらも喜ばれるね。全てのことに時があるんです そして驚くべきことにこの17年を経たヤコブのの霊的洞察力の深まりです彼はヨセフの息子たちの将来を予言したんですヨセフっていうのは霊的洞察力ある人ですかない人ですかある人だだって夢を全部解き明かそうそのヨセフがねお父さん間違ってるって言うんでしょ まるでイエス様が十字架の予言をした時にペテロがイエス様を諌めた姿に似てるじゃないですかこの場面は明らかにヨセフとヤコブとどっちが霊的洞察力が上なんですかヤコブじゃないこのような輝かしい老年を迎えるっていうのは若い人たちに言うよ年取ってからじゃあ遅いんだよ まだ時間がある時に神と共に歩み始めることその時に老年の輝きという最高の冠が神様から与えられる用意されてるんですそしてその先にはさらに素晴らしい世界が私たちを待ってるんですそれがクリスチャン生活ですねこんなことを言うとね 年取っっててきたかからもう死んだ後の話ばっかり最近してるなって別にそういうことじゃないんですよ。これヤコブグの話がそうなっているやむを得ずこういう話になってるわけ。今回カリフォルニアに行ってねで Reaching Japanese for Christ RJC という団体のセミナーがあって僕がメッセージをしたその次にパネルディスカッションがあって56人牧師たちが並んだんですが中に韓国人で日本語が上手で日本人伝道してる人が 発言言ししたたんです1人4分間って,言ってました僕は彼の言ったことが忘れられない彼は日本人伝道は難しいって言ったんです難しい理由は何かって言った時に韓国人には今死んだら神の前に立てるか死後の天国に行く確信があるかって話をしたらみんな真剣に考えてくれる日本人は死後のことに全然興味がない そういう話をしたら「いや今は足りてます」と言われるそれが韓国人伝道と日本人伝道の根本的な差だと彼は言いました本当にねいいポイントだと思うねいつの間に私たちは今の生きているこの時代のことしか考えない民族になったんでしょうかだから皆さん祈るとしたら日本人がこの地上の人生だけではなくてこの先の人生があることに目覚めて 永遠をどこにで過ごすかということに関心を持つようにどうぞ御霊を働いてくださいという祈りをする必要がある老年の輝きそしてさらにその先に待っている栄光を見て日々の歩みを続けることこれがクリスチャンライフの本質の1番目ですよ2番目はね今日学んだように資格のないものが養子になる ヨセフの孫がヤコブの子供になってるんです。ここがクリスチャンにとっては大きな教訓ですね。宝刀息子の例え話知ってますね。宝刀息子は覚えてるある父に息子が何人いるの二人で宝刀するのはどっち弟じゃん。お兄さんどうしてんの家でお父さんとして真面目に働いてる。 普通解説する時はね弟兄はユダヤ人で弟は違法人だって解説するんです間違ってますよイエス様はユダヤ人に話してんだもんでこの区別はね罪人や酒税人と言われる人たちが違法人であのごめんなさい法とう息子ですそしてパリサイ人立法学者たちが兄ですだから共に兄も弟も ユダヤ人です違法人っていうのはどういう人かっていうと今あなたのことを聖書がどう書いてるか教えるね「マタイの22章の八節」後で見てね宴会なんです宴会があるんです招かれてる人を呼びに行くわけ来るのみんな来ないんだよそれで主人が怒ってだから大通りに行って で出会ったものをみな宴会に招きなさい。で、異邦人というのは道をコロ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 歩いていた人たちです。招かれてない人たちです。それを出会った人を手当たり次第に招いてきなさいって集められたのが私たちです。その時に宴会に入るのに着てなきゃいけない何かを何着てなきゃいけない。死囚服、礼服を着てなきゃいけない。 礼服ななんんかありませんってそう心配しないでよ当時はねちゃんと入り口のところに礼服がかけてあって用意してある礼服を着て中に入ればいいんですこれはイエス・キリストの義の衣も表してますよだから資格のないものが神の養子になるっていうのはこういうことです呼ばれてない招かれてないのに招かれしかも祝福がないのに祝福が用意されそれを着て入れば その宴会に出席することができる今週の土曜日にね結婚式挙げるカップルが今日来てるんですちょっと手を挙げなさい、はい、あの二人ねはいおめでとう <laughs> あのそれ聞いたからって言ってねあ場所はね新橋のなんだ何ホテルだロイヤルパークホテルだ 結婚式場があるこれ聞いたからといって行ったら駄目だよ招待状もらってなかったらダメだよこれは人間の常識ですよ神様の常識は招かれてなくても行ったらいいの何も用意ありませんっていや祝福用意されてるよ行ったらいいのそれが資格がないのに宴会に招かれた 私たちですローマ人の手紙の8の15あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバ・父と呼びますクリスチャンになった人は養子になったんだだから神様に向かってアバ・お父さん・お父ちゃん・父上・お父やん 何でもいいあなたは子供の頃に語っていたあの呼び名を神様に向かって言えるようになったんだそれは奴隷の霊ではなくて子供となる養子となる精霊を受けたからだだから日本の教会にはチャレンジだね奴隷の霊じゃない権威主義じゃない形式じゃない自由の子となる御霊を受けたから 講義を聞いている時にお菓子を食べてもよいんですしかもその次にその文脈の中でパウロはねその結果私たちがどうなったのかキリストと共同相続人になったんです皆さん超ありえない話だと思うねちょっと若者の言葉使って超ありえないと思うね資格がなかったんだよ 招かれたんだよ子供とされたんだよ。キリストと共同相続人になってあがなわれた全宇宙を僕らが所有できるようになるって言うんでしょうちょうどヤコブが2人の孫を自分の子供にして彼らに修行の地を分割したごとくに私たちはキリストと共に共同相続人になる。 いつなるまり体がよみがえりの復活の体になった時にこのことが起こるだから今は苦しいかもしれないけどクリスチャンというのはこの望みを持つことによって救いが与えられていることを確信して歩んでいる人なんだというのはパウロの論点ですよ資格のないものが養子になったんです皆さんもうちょっと嬉しそうな顔した方がいいんじゃないですか そして最後に手を交差したでしょ。う。後のものが先になるという祝福。これもね、資格のないものが養子になるということに上塗りしてね、すごいね。後のものが先になる。先のものを買いそうじゃないかって。これね、あなたのために言って、あなたは僕も含めて後のものなの。ね。旧約聖書は一貫して、その原則ですよ。 アベルとカインったらどっちが兄でどっちが弟よカインが兄でアベルは弟やん弟の方が重視されたアブラハムにはナホルハランという兄弟がいたアブラハムが一番おそらく一番下でしょう少なくとも長子でないことは明らかです長子でないアブラハムが優先されたイサクとイシュマエルがどっちが兄よ重視されたのはどっちよ 弟の方じゃヤコブとエサウはどうよどっちが兄よエサウ重視されたのはどっちよ弟のヤコブヨセフとルベンヨセフルベンが長男ヨセフは11番目ヨセフが長子になったエフライムとマナセはエフライムが弟なのにマナセの先になったんですモーセとアロンはどっちが兄でどっちが弟で アロンが兄なのにモ弟のモーセが優先されたダビデとお兄さんたちダビデには兄弟が何人いたの八人ダビデが一番下だその一番下のダビデが優先された見てごらん旧約聖書の歴史を一貫して弟弟弟弟弟弟弟ですよそれは取るに足りないと思われているものを選んで神様は ご自分の栄光を表されるからです。もう極めつけはマタイの福音書。十九の三十です。マタイ十九の三十です。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。マタイ十九の三十。そして。 ローマ人への手紙の11章の17から18ここではユダヤ人の救いに先行する違法人の救いです教会ができて福音がユダヤ人からまず違法人に伝わったんですこれは後のものが先になるということの印です私たちが今日ここにいるのはなぜなのかそれは資格のないものが養子になったんですしかも 後後後の後の一番後にいたものが一番先になったんです。これがクリスチャン生活ですそれゆえ私たちは神の恵みに感謝しと同時に先のものであるユダヤ人もやがて救われるでなければアブラハム契約がこの約束が完結しないということを知っていてユダヤ人の救いのためにも祈っていくんです、ね。これが、 クリスチャンン生活です。す。もう一度3つのポイントを言います老年の輝きそしてさらにその先にある祝福を見る2つ目は資格がないのに養子にされしかもイエス・キリストと共に共同相続人になったそして先の者のが後になり後の者のが先になった違法人の救いがユダヤ人に優先して与えられた。 三つともこの世の世常識には反しますそれゆえ私たちはこれが神の恵みであることを思い神様を讃えるんです今週一週間も心の中で神を讃える一週間でありますように何も「ハラリア!」大声でこうやってやることばかりではない道を歩きながらねあるいは JR の山の線で 電車を待ちながらホームの中で神を思い神様すごいワンダフォルそれがクリスチャンの歩みであり礼拝ですね今週一週間が祝福に満ちた週となりますようにお祈りをいたしましょう天の父なる神様老年の輝き 養子とされた祝福、一番末席にいた私たちが定席へと招かれた恵み心から感謝をいたしますパウロは私たちはこの希望によってこの望みによって救われているのですと語りました今どうぞ霊的な目が開かれていない兄弟姉妹たちにあなたが祝福を与えてください 試練の中にある人々に望みを見させてくださいこの望みのゆえに救われている試練を乗り越えることができるともう一度告白させてくださいイエス・キリストの皆によって一人一人を祝福しますあメンご一緒に祈りましょうどうぞ今あなたの祈りを神様に捧げてください祈りましょう メッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください